ルディで選んできました痩せるおやつトップ3お伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますともとっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜこのカルディのおやつで痩せることができるのかというその痩せるポイントについてお伝えしていきますね。2つあります。まず1つ目、腸内環境を整える材料でできているからなんですね。とっても大事ですよ。もうどんなに頑張ってもですね、痩せないな、なんでだろうっていう方はあなたのやり方がですね、悪いわけじゃないんですよ。あなたのもともと持っているその腸内環境が悪くなっていたと、もうそこなんですよね。腸内環境を無視して痩せようっていうのは、ね、できないんです。なぜかというと腸内環境が悪いままだと痩せ体質になっていないからなんですね。そんな状態でいくら一時的にこう体重が落ちたとしてもまたリバウンドが待っています。なぜかというと腸内にいるデブ菌たちがですね、太りやすい食べ物が大好きなので、まあ、彼らたちの餌なわけですよね。なのでもうちょっとそろそろさーって甘いもの食べさせてよとかね、もうそろそろポテチとか食べていいんじゃないのとか、こう悪魔のささやきがねあるんですよ。それはあなたが食べたいんじゃなくて、あなたの腸にいる悪玉菌たちが欲しいからあなたに命令してるという。なので実はあなたの味覚はですね、あなたのものではないんですよ。細菌たちのねものなんですよ。これもう衝撃ですよね。そうなってるんです。なのでそこをシフトする。どうシフトするかと言いますと、痩せるものが好きな痩せ菌たち、善玉菌たちが好むようなものをとにかくですね食べてあげるですよね。そうすると痩せ菌が増えますから、結果あなたは根本的に体質が痩せ体質に生まれ変わることができるんです。そこを手に入れればもうリバウンドなんかもしたくてもできませんよ。またね、もちろん元のね悪玉菌たちが好きなもの食べたら別ですよ。でもやっぱり腸内環境が整っていれば、いつまでもあなたの腸に善玉菌たちがもうここがいいって、もう出たくないってこう住み着いてくれたらいいわけですよ。それに必要な材料を美味しく食べていきましょうねっていうことです。そして2つ目、無添加であるおやつを選びましょうです。もうこれすっごく大事ですよ。もう残念ですけどね、もう世の中ありとあらゆるほとんどのものが添加物が入ってるんですよ。なので私のこのチャンネルに出会ってくださった方がですね、うわーもう先生私ねショックでしたって、こんなに添加物がね入ってるものばっかり、家に先生と出会う前に買ってたのを見たら、もう全部添加物が入ってる、調味料もそう、ドレッシングもそう、もう何もかもが添加物だけでしたっていう方がねほとんどですよ。それぐらいやっぱり気づかないうちに買ってしまってらっしゃるわけですよね。で体内に入れてしまうとどうなるか、悪玉菌たちが喜ぶんですよ。デブ菌ですよ。そこに餌をあげちゃダメですよってことですよね。なので無添加というのはどういうものかと言いますと、化学調味料や香料、人工甘味料、合成着色料などなどが無添加入っていないものを選ぶと、あなたの腸に負担をかけずに結果痩せ体制とですねまっしぐらになることができるんです。では2つ目の項目です。何をということで、さらにこの項目ではあなたに選んでいただきたくないその添加物がどんなものなのか、どうやったら選ぶ目を養うことができるのかというそのポイントについて2つお伝えしていきますね。まず1つ目です。化学調味料を使ったおやつはやめましょうです。まあおやつに限らずですけれども、これはですね原材料名をチェックしていただきますと、わざわざ化学調味料なんて書いてくれてませんよ。そんなこと書いたらね誰も買ってくれませんから、書いてないメーカーさんが。でも逆になんて書いてあるかというと、こちら調味料かっこアミノ酸などグルタミン酸ナトリウムのことなんですけども、このような
表記がしてあるものが実は化学調味料ですから選ばないようにしてくださいね。ほとんどのおやつ結構入ってますから、うまみ成分なわけですよね。こう化学的に作った、あ、なんか美味しいって感じる、その味覚をおかしくするものですから取らないでください。でこういったのを取ってしまう方っていうのは腸や肝臓にすんごく負担をかけます。もうね、消化するのが大変なんですよね、こういったものが入ると。もうただでさえ腸ってですね、消化吸収する臓器ですよね、食べたものもうフル回転なわけですよ。あ、やっと終わった、やっと消化吸収終わったと思った、あ、なんかまた食べ物入ってきた、やっと終わったのにってね、その繰り返しですよね。1日3食食べてる方は、私は1日2食派です。なのでもうそれくらいやっぱ食べてる方っていうのは腸が全然休まってないんですよね。なのでちょっと余談ですけども、私別動画で16時間オートファジーダイエットという動画も出しておりますから、そういったね、ちょっと時々腸を休めてあげるダイエット法も入れられるといいと思うんですよ。ご興味ある方はこの動画見終わりましたら、そちらもご参考にされてくださいね。そして結局その蓋をかけることで、もちろん太りますし、そもそもこういった悪いものが体に入るわけですから、もう疾患、病気をしてしまうわけですよね。よく言われているのが、アルツハイマーであったり、うつ病であったり、イライラとか倦怠感とか、もうありとあらゆる病気の元がやっぱり添加物になりますから、あなたもぜひ選ばないように気をつけていきましょう。では2つ目です。人工甘味料を使ったおやつはやめましょうですね。これは例えば、そうですね、おやつで言うとチョコレートとかによくパッケージで見かけるキャッチコピーだと思うんですけども、糖質ゼロとかノンシュガーとか、飲み物もそうですよね。ペットボトルに書いてある、コンビニでよく売ってあるようなこう甘いドリンク、甘いのにカロリーがない、でこれそもそもおかしいことなんですよね。脳が飲むとおかしい、ちょっとこれってね、バレるんですよ。バレるってね、何がバレるかと言いますと、ずるいよねってなるわけです。甘いもの食べたり飲んだりした割には全然自分カロリーもらってませんけどってね言うんですよ。おかしいと、もっと甘いものを食べてくださいって、ね、命令されるんです。なのであなたは甘いものがやめられない、止まらないなってしまうわけですよね。これが良くないです。これが太る元になるんです。なのでしっかりと甘いものは天然のものから、例えば私が腸活の観点からおすすめしているのは、ピュアな 100% の無添加の蜂蜜であったりメープルシュガーだったり、そういったものですよね。白砂糖も人工甘味料に比べたらまだマシですけれども、ただしやっぱ白砂糖は精製されたもう栄養がない甘味料なので、体も冷えるし腸もですね汚れてしまうのでおすすめしたくないので、あんまり白砂糖も取りすぎてしまっては NG です。そしてここですね、ますます甘いものを食べたくなるから太るわけですよね。そういった負のスパイラルを断つっていう意味でも人工甘味料は取らない方が良いです。ではお待たせいたしました、いよいよ最後3番目の項目です。どのようにということで、今回はカルディさんで私が腸活の観点からこれはいいって、これならダイエット中でも安心して召し上がっていただけるなっていう美味しいおやつを3つ選んできました。ランキング形式で今からどんどんお伝えしていきますね。ではまず第3位はこちらです。じゃん、こちらのおやつ見かけた方いらっしゃいますか。これはですね、原産国はタイランドですね、微笑みの国ですよ。私も数年前行ったことあるんですけども、タイですよね。タイってやっぱりこう南国でココナッツを使ったメニューって多いんですけども、今回私が選んだのはキングアイランドさんのココナッツチップスになります。でこれチップスって書いてあるのでですね、油使ってないんですよ。いいでしょう。原材料がですね、ココナッツ果肉と砂糖、食塩のみ、この3つだけでできています。こちらご紹介しますね。ココナッツミルクで有名なチャオコーブランドのココナッツチップです。
南国の太陽をたっぷり浴びたココナッツの果肉をオーブンロースト、まあ、要するにこう油で揚げてなくてローストしただけのチップスなので、サクッと香ばしく仕上げました。ほんのり効かせた塩味と甘さのバランスがよく、一度食べたら止まりません。もうやばいですよね。これはね、止まらないんです。なので私があなたにですね、やめられない止まらないを止める方法をちょっと編み出しましたので、一緒に召し上がっていただけたらなと思います。後でご紹介しますね。デザートのトッピングや牛乳をかけても美味しくいただけますということで、私が今回ですね、このおやつをあなたにどうやったらさらに痩せながらですね、食べることができるのかっていう、そのレシピをですね、ご準備しました。豆乳ヨーグルトです。私別動画でこの豆乳ヨーグルトをですね、ご自分で作るレシピをご紹介してますから、ご興味ある方はぜひそちらご自分で手作りしてください。無添加でも本当美味しくておすすめですし、簡単にできてコスパもいいです。市販に売ってる豆乳ヨーグルト結構高めです。動物性のね、生乳ヨーグルトに比べたら高めなので、結構 2,3 倍するんじゃないでしょうか。なのでぜひ手作りしてみてください。で、なぜ豆乳を選んだのかと言いますと、やはり豆乳って痩せるんですよ。もうまず大豆製品っていうのと、その脂肪燃焼効果があったり、女性には嬉しい女性ホルモンに似たね、働きをしてくれるイソフラボンがあったりとか、これも書いてますけれども、腸内環境を整う、で血糖値の急上昇を抑えてくれる、その結果脂肪が溜め込みにくくすることができる、でまた良質のタンパク質を取ることができますから痩せ効果もアップ、で脂肪の蓄積も抑えてくれて、コレステロールもそもそも入っていないんですよね、その動物性のヨーグルトと比べて。なのでこの豆乳ヨーグルトに、先ほどのこのココナッツチップスをですね、パラパラとまぶして召し上がっていただきますと、食べ過ぎ防止になります。でこちら実はですね、1袋 40g 入ってるんですが、結構カロリーがね高いんですよ。239kcalあります。なのでちょっと今からね開けてみますけれども、これはねさすがに1袋食べちゃうと食べ過ぎです。で私もね、あいたやってしまったっていう時がありますっていうぐらい、もうねこれ香りがすごいんですよ。もうこれやっぱり一度口に運んだら絶対止まらないですよ。もうこれはね、ヨーグルトにかけて召し上がってください、ね、どうなんなんていうかって、こんな風にこうね、なんでしょうね、日本でのもスルメ、なんでしょう、何例えたらいいのかな、なんかスルメみたいな感じ見えますか。もうね香りがすっごくいい、洋菓子みたいな香りがしますよ。なんでなの、洋菓子の、わかった、タルトのケーキみたいな、タルト生地ってありますよね、ケーキの、ああいうタルト生地みたいなね香りがします。いただきます。これはね、やっぱり気がついたら一袋いけちゃうと思いますから、ぜひヨーグルトのトッピングとして召し上がってくださいね。サックサクしてて美味しいですし、ヨーグルトに入れるとちょっと水分含んでね食べやすくなりますので、結構これね気をつけないと歯茎に刺さっちゃうかもしれないです。気をつけてくださいね。またココナッツの痩せ効果もすごいんですよ。豆乳ヨーグルトと重複するところあるんですけれども、食物繊維が豊富なので、あなたの腸内環境が整う、まあ、腸の大掃除をすることができますから、善玉菌たちとその餌になるんですよね。その効果を使って腸内環境を整えることもできますし、またこちら脂肪の蓄積も抑えてくれるのがココナッツなんです。でまたカリウムが含まれていることで、むくみ改善にも効果的ですから、こうキュッとね小顔になったり、下半身がこうキュッとねタプタプした水分をドーンと体外に出してくれて、キュッと締まりやすい体にしてくれる、そのカリウムを取ることもできるんですよ。では第2位はこちらです。雑穀のパンになります。
こちらはですね、シグダルのブランドのクリスプブレッドライ麦&スペルトということで、クラッカー状のパンになります。こちらはですね、原産国がノルウェーですね。クリスプブレッドは北欧の伝統的なクラッカー状のパンですということで、こちらですね、1,2,3,4,5,6,7,8,8枚入り、 190g 入っています。でこちら 100g あたりのエネルギーが 462kcal、 タンパク質が豊富で 16.6g、 そして、脂質が 26.4g、 炭水化物が 50.1 のうち糖質が 28.7g、 食物繊維が豊富で 21.4g も入っています。でこちら原材料のね、中身がすごいんですよ。なんとですね、まず一番多く含まれているのがひまわりの種、そして次がごま、全粒ライ麦粉、オートブラン、オートミール、甘煮、スペルト、小麦ふすま、小麦ふすま、食塩のみでできています。もうすごくナチュラルですよね。でここにもリッチインファイバーって書いてあって、もとにかく食物繊維が多いですって書いてあるのと、ビーガンです、ビーガン食品ですね。そして 100% ナチュラルで、ノルウェーってね、プロデュースオブノルウェーって書いてますけれども、ノルウェーのおやつになるんですよね。でこちらはもちろんですね、ちょっとアレンジが書いてありまして、クリームチーズやサーモンを乗せてアレンジしたり、そのままでも穀物や種子の豊かな風味や食感をお楽しみいただけます。また添加物不使用で、食物繊維が多く含まれているので、健康志向の方にもおすすめですということで、早速開けてみたいと思います。可愛いパッケージもね、おしゃれですね。やっぱ北欧ってなんかこうおしゃれですよね。では、ちょっとハサミで切ってくださいというマークがありますから、ハサミで失礼します。これもね、私これナッツ系とかも大好き、種系とか大好きなんですけれど、まあ、今までもね、別動画でいろんなおやつご紹介する中でもあるんですが、ちょっといただきますね。あ、なんか思ったよりもこう見た目硬そう。あ、薄くて軽いです。見た目すごく茶色で、こう結構ね、8枚も入ると重たいんですけれど、ふわー、これなんでしょうね、日本の、あ、わかった、日本のやつで雷おこしってあるじゃないですか。 あれは甘いですけども、雷おこしのおこしのこう薄っぺらいバージョンですかね。あといただきますね。うん、おいしいですね。すいません、私よく噛まないと飲み込めない人なんです。ちょっとお水飲んできますね。ちょっとお待ちくださいね。お待たせしました。ありがとうございます。これでやっとあなたとお話ができます。こちらですね、本当に雷起こしみたいな、あんな感覚でこうパリパリといけるんですけれども、甘みがない分すごく食べやすいですね。罪悪感ゼロだと思いますし、むしろね、ちょっと甘みが欲しいなっていう方は、私のおすすめの食べ方はですね、100% の無添加の蜂蜜とかメープルシロップをこうちょっとこうタラタラっとかけて美味しくいただいてもらうと、本当日本のやつ、雷おこしみたいなこう美味しいおやつになりますよね。でまたこちらにね、クリームチーズやサーモンって書いてありましたけれども、まあ、カロリーが気になる方はカッテージチーズとか、あとカロリーが低いチーズを乗せていただいてもいいでしょうし、そのトッピングをしてもおやつにもなりますし、お食事に置き換えてもいいと思いますね。すごく痩せる穀物のもう塊のようなクラッカー、まあ、パンって書いてあります。どちらかというとクラッカーですね、クラッカー状のパンですから、まあ、パンといえばパン、結構軽いです。でもやっぱり薄いクッキーみたいな感じですかね。すごく軽やかで美味しいですよ。おすすめです。
それではお待たせいたしました。堂々の第1位はこちらです。じゃん、ドライドバナーナです。これね、先ほどのココナッツと同じでタイランドのねおやつなんですね。でこれすごいのが、原材料名を見るとバナナだけなんですね。よくバナナ系のこういった加工したやつって、バナナチップスとかもそうですけれども、結構体に悪いね、油で揚げてある上にお砂糖たっぷりとかね、私これ買えないなっていつも思うんですよね。これ食べたら太るだろうな、体に悪いな、添加物入ってるなってこう思って買えないんですよね。でもこれをカルディさんに見つけた時も感動しましたね。これすごい、バナナだけで、ここにもですね、裏に書いてあるんですけれども、こちらすごいね、シードタイプのドライバナナなんですね。でバナナ 100% 砂糖や油は使っていません。で個包装になっていて、こちら1袋で7袋も入ってます。で1袋に3枚入ってるんですけども、このたったの3枚でなんとバナナ1本分なんですよ。そして食べやすいシードタイプ、完熟バナナを丁寧に処理し乾燥させました。ソフトでしっとり優しい甘さのドライバナナです。ということで、本当ね、お子様たちにもねおすすめですね。よくバナナってもちろん生のバナナもね美味しいですよね、好きなんですけど、結構一房単位で買ってしまうと、私食べきれなくって、あ、なんかもう真っ黒になっちゃったみたいな、ないですか？こうタイミングがなかなかなくって、なのでこう購入した時は結構私コンビニの一本売りで買うことも結構あるぐらい、結構食べきれなかったりしませんか？そんな時もそうですし、もちろんそもそも持ち運びにくいというか、結構匂ったりとかね、これからの季節腐りやすいじゃないですか。その時にこのシートタイプになってるドライバナナですよ。これはもう小腹が空いた時とか絶対おすすめですよね。ということで、ちょっと開けてみたいと思います。こちらですね、私思ったんですけど、これタイの国ではこうバナナがねすごく主流でおやつなんだろうなって思うんですけど、このドライになってるバナナはすごいですね。こんなシートで7袋入ってます。日本でいうと干し芋みたいな感じなんでしょうね。さつまいもを干した干し芋ですよね。あんな感覚なんでしょうかね。ではいただきます。わーすごい、これたったこのシートタイプくっついてます。一気に出して、あ、入れた。あ、なんか面白い、ペランペラン、バナナがこんなになっちゃったみたいな、すごいですね。なんかガムみたいです。うっす、では、あ、香りバナナですね。ちょっと食べやすいように巻き巻きしてよろしいですか？と失礼します。いただきます。プルーンみたいです。ドライフルーツのやはりこういったこう天日干しこうドライになってるものって何でもそうですけれど、甘みが増したりとか栄養がこうギュッと凝縮されて、生でいただくよりもやっぱりドライフルーツってすごく栄養価が高くなりますよね。なので結局少量でも足りてしまうということなんですけれども、バナナもそうですよね。だってあんな大きなバナナがたったこんなガムみたいな、ガム3枚みたいになってしまって、それで栄養が取れるんですから、すごくいいですよね。特にお忙しい方とか栄養が欲しいな、ちょっと今カロリーいるなっていう時もすごくいいと思います。これは食べ過ぎ注意ですね。1日1袋までがいいと思います。だってこれ1袋でバナナ1本ですもんね。さあ、いかがだったでしょうか。今回はダイエットに最適なおやつ3選をカルディさんで選んでまいりました。もうどれもとっても美味しいので、食べ過ぎには注意していきましょうね。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。